市独自のそのなんだろう品種改良というか、あの羊の、ジャンル全てをうちではメルティシープという、ジャンルで販売しています。何かこうただ処分とかねするだけじゃなくて、一つのなんかこう製品として、作り上げることできないのかなとずっと思ってはいたんですけど、表面はこんな風にダメージのね、毛なんですけど、中は本当にねこんな綺麗な状態で、うちの今羊たちはね捨てるとこなく全てなんかもう商品というかね形にできているので、なんかその時代に乗った、羊の生産っていうかねできているではないのかなと思います。現在ですねこの羊の事業、このメルティシープに関して、いろんな方々にご協力を得て今ねやってるんですが、当然一緒にねやってくださってる方々も含め、この日本だけではなく世界をね、視野に入れて、取り組んでますんで、今後に期待してください。